皆さん、こんにちは。機械学習ディープラーニング体験ビデオシリーズをご視聴いただきありがとうございます。このビデオシリーズでは、全部で6回のビデオを通じて、機械学習とディープラーニングの基礎を学びながら、MATLAB の入門トレーニングシリーズを使用して、実際に MATLAB コードを書く、動かすといった作業を皆さんに体験いただくことを目的としております。パート4まででは、本ビデオシリーズのご説明、入門コンテンツの使い方のご説明、 機械学習の基礎のご説明、そして機械学習入門コンテンツの出題項目の解説までを終えました。今回パート5ではパート3と同様にディープランニングの基礎についてご説明をしたいと思います。パート3でもご説明したものと同じスライドですが、ディープランニングでは用意したディープニューラルネットワークが入力データに対しての特徴を抽出してくれ、予測までを行ってくれます。では。 ディープラーニングを行う場合のワークフローはどのようになるのでしょうかディープラーニングの場合も機械学習のフローと似ている部分も多くまずはデータの読み込みから始まりますその後読み込んだデータは例えば画像のコントラストを揃えるラベルを付与するなどの前処理を行います ディープラーニングの場合は、機械学習の時よりも大容量のデータから特徴を自動で見つけ出すことで精度を上げるので、画像を回転させたり、拡大、縮小させたりして、データの量を水増しし、学習に使うという方法をとる場合もあります。学習用のデータが準備できれば、モデルの学習に移ります。一つ前のスライドで、ディープラーニングの場合は、特徴抽出をしなくても、ディープニューラルネットワークが自動で抽出してくれると申し上げましたので、機械学習の時のように特徴抽出は必須ではありません。 ただし最近では生データから特徴抽出をしてその特徴に対してディープラーニングを行う例もありますので括弧書きで残していますでは脱線したので少し元に戻りますとモデルの学習時にはディープニューラルネットワークを用意し事前に用意したデータラベルを使って学習をさせますネットワークおよびハイパーパラメータは良い精度のモデルが得られるまでつど調整が必要でここまでのフローは MATLAB では実験マネージャーというアプリで実行ができます 無事このモデルの調整まで完了しましたら組み込みデバイスや IT システムへの展開へとステップを進めていきますでは先ほどから何度も登場しているディープニューラルネットワークこのディープニューラルネットワークのイメージをより掴んでいただけるように少し解説をしますディープニューラルネットワークというのはいくつも層が重なったネットワークのことでこれによって情報が処理されていきます例えば入力画像にハンバーガーの絵が入ったときは インプットレイヤーでは画像の各ピクセルの情報こちらに一定の重みを掛け算しながらアウトプットがハンバーガーつまり赤色の矢印に来るように各矢印の重みを調整していきます。のの入力画像がピザの場合も同様にピザの画像の各ピクセルの情報からデータに重みをかけながら情報を伝播していき 最終的にピザの赤い矢印に出力が来るように重みを調整しますこういった作業を複数の画像を使って行っていくわけです少し絵で描くのが難しいですが例えば左側にある8枚のピザの画像および正解ラベルを使って学習をさせた結果各矢印の重みがこのようになったとしますこの線の太さがいわゆる重みでありここから得られる情報を特徴量、特徴抽出と言ったりします ディープニューラルネットワークは入力データと正解ラベルをセットで与えてあげることで自動で学習をしてくれるという仕組みはこのことを指しますしかしながらすでにご想像いただいているかと思いますがここの学習を行い精度を良くするには大容量のデータが必要ですそこで世の中には学習済みモデルというものがあり公開がされていますこれは100万枚を超える大規模なデータで学習が済んでいるつまり 先ほどの絵でいう重みが正しく付けられた状態で公開されている画像分類ネットワークです AlexNet、SqueezNet Alex、GoogleNet などと名前が付けられておりそれぞれネットワーク構成や特徴が異なります今回はこの詳細までは言及しませんが詳しくは右下のリンクからご確認いただければと思いますこの学習済みモデルは公開されているモデルのまま分類を行うこともできますし特徴抽出だけを行わせることや その後ご紹介する転移学習に利用することも可能です。転移学習というのは、例えば画像を1000個のカテゴリーに分類してくれる学習済みモデルがあった場合に、このネットワークの途中までを使用して特徴抽出をさせ、後ろのネットワークを修正することで自分独自の使い方に改変させるものです。この例では後ろの方法の10分類のレイヤーを2分類できるように変更し、キャップ。 トランプを分類するためのネットワークに作り変えています。こういった手法を転移学習と呼び、世の中的にもよく使われています。それでは、ディープラーニングは少し概念が難しいので長めに解説しましたが、ここからのハンズオンでは、機械学習のときと同様に、いくつかあるワークフローの中から厳選して、ハンズオンにトライしていただきたいと思います。このハンズオンでは、AlexNet という学習済みネットワークを使用します。 入力データとして画像が12枚用意されているのでこの中から1枚をアレックスネットに入れて画像の予測をさせ分類スコアを確認していただくという流れを体験いただきます。例えば一番右の例ではシーショアのスコアが一番高くなっていて画像に写っているのが海岸である可能性が一番高いことが分かります。それでは本日の課題はこちらになります。 パート6では本課題の解説をいたしますので、ぜひご自身のペースで課題にお取り組みください。ディープラーニング入門のページを開いていただくと、ディープラーニング入門の課題一覧が出てきますので、2、事前学習済みネットワークの使用の中の、コースで使用する例、イメージ内のオブジェクトの識別を押してください。このコースで使用する例、イメージ内のオブジェクトの識別を押していただくと、 赤矢印で示したコースの画面が出てきますので、この画面が出てきましたら、このまま課題を開始してください。それでは繰り返しになりますが、この後はご自身のペースで課題にぜひチャレンジしてみてください。次回、パート6では出題した課題について解説しますので、実際に課題にチャレンジされる方はどうぞ引き続きご覧ください。